こんにちは、ナオリンです。またまた、こう、屋根裏から引っ張り出してきたものなんですけど、これですね。これ ピーロートって言うらしいんですよね。これピーロート、うん、これまあ後でピーロートって説明したいと思うんですけれども、これ開けるとですね、こんな感じに、こんな感じ、はい。で、ピーロートって会社なんですけど、これネットでちょっと調べたんですけど、どうもですね、ワインを扱ってる会社のようなんですよね。で、フランスとかドイツとかにワイナリーを持ってる、うん、ところらしくて、作ってるのか、まあ、販売だけなのかよくわからないんですけれども、そういうところらしいです。このピーロートっていうのは。で、そこでの商品なのかな？うん、箱にピーロートって書いてあるんでね。で、これも、ほら、ここよく見ると、ブドウのマーク、かな？ブドウなんですね。だからやっぱりワイン系統、ブドウ系統なんでワインじゃないかと。で、うん。多分ですね、この辺ちょっと出してみますけど、これこういうもの、まあ、手作りって書いてあって、特になんか銘が入ってるわけじゃないんですけど、このピーロートっていうところでなんか企画したのかなんか知らないですけど、そういう、これでワイン飲むんですかね、こうワイン グラス、ワインなんていうんですかね、湯飲みみたいなものですけど、これワイン、多分ワインを飲むんだと思うんですね。こんな感じですね。こんな感じ。これが6個入ってます。こう。6個入ってます。私ワインっていうか、お酒一切やめてますんで、お酒に関することはよくわからないんですけど、多分これ、ワイングラス、グラスじゃないんですけど、陶器ですかね、これね。はい。こんな感じのものを、こう、屋根裏から引っ張り出してきまして、今回もまたオークションにかけようと思ってます。写真、この辺、細かくっていうか、ちゃんと写真撮りますんで、その辺は、ブログの方に載せます。はい。で、下の詳細のところにある URL からブログとかですね、あとは、オークションの方にリンクが貼ってありますんで、そちらを見てもらうと嬉しいです。あとは、チャンネルの方の登録していただけると嬉しいです。またいろんな商品を紹介したりですね、もしくはこう分解したりですね、実験したり、時には壊したりとかですね、その辺を動画とかブログに載っけていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。失礼します。